いです。今回はですね、細かい絵の描き方ですね。まあ、あくまで私の自己流のね、やり方なので、まあ、これがね、正解だよってわけじゃないんですけど、まあ、参考にね、していただけたら嬉しいなって思います。細かい絵描くときに使ってるペンは、このピグマとマッキーってやつです。で、このピグマはね、まあ、1本ずつで買うよりも、セットでね、太さが違うものが売ってるので、それの方がお得っていうか、一気に手に入るのでいいかなっていうふうに思います。一番細かいところは 0.03 で、一番太いところが 0.8 で書いていきます。まあ、それプラスマッキー。で、まあ、細かい絵のコツっていうか、ポイントが3つほどあって、1つ目は、私は大きなモチーフをね、先にドンって書いて、それにお化粧していくみたいな感じでね、どんどんこう細かく書き足していくことが多いです。で、2つ目が、決まったデザインですね。例えばこういう煙っぽい描写だったりとか、ちょっとね、ドット絵とか、まあ、大体自分でよく書くようなね、モチーフとか書き方を結構反復していろんなところに入れて、間を埋めていくようなイメージで書くことが多いです。で、3つ目が、書くモチーフは調べながら書くことが多いですね。やっぱりまあわからないところとか、ちょっと曖昧な感じで、こういうモチーフってこんなんだったよなーってぼんやり書くんじゃなくて、わからないところはちゃんとね、ネットとかで調べながら書くことが多いです。なので、ね、そんな感じでね、ちょっと細かい絵をね、書いてみようかなとかっていう人がもしいたら、まあ参考にね、していただければ嬉しいかなっていうふうに思います。じゃあそんな感じでね、あとはこう、もう倍速でガーって書いてって、最後に完成形乗せて終わるっていうね、いつものスタイルなので、まあ、よかったら、ね、作業 BGM でも何でもちょっと流していただければ嬉しいです。じゃあ、GO!